中野信子の人生を変える脳の使い方人生をより良く変える脳の使い方を脳科学者中野信子さんに教えていただくコーナーです中野さんよろしくお願いしますよろしくお願いします早速今週のテーマですはい今週のテーマはこちらです <noise> 妬みを感じるとき脳では何が起きているうん妬み 嫉妬と妬みというのはちなみに違うものですか<の>同じものですかそうですね。学術的には違うものとされるんですね。<ー>心理学者は違うとしています。あ,あ、そうですか。で、えー、まずじゃあ嫉妬から行きましょうか、はいで。嫉妬というのは何かっていうとですね、自分がもっ ている何かを誰かが奪いにやってくるんじゃないかという不安感に裏打ちされたネガティブ感情なんですね、つまり、あの新入社員、ちょっと優秀だから、俺、そのうちやばいかもしれないなって思ったりとか、あの,あの新入社員の女の子、可愛いから彼氏を取られないかしらっていう不安とかですね、そういう時にその相手に対して感じる嫌な気持ちが嫉妬でつまり、うん、自分が被害を受ける可能性があると、ね、そ,うそう、何かを奪われるかもしれないっていう感情のことですね。で一方で妬み っていいううのはは何かと,いうと、うん、これは今度逆向きなんですねえっ、ー、と自分よりもいいものを持っている誰かを羨ましい、うんまね、その人を引きずり下ろしてやりたいとかですねなん、はいはい、とかしてその人の上に行きたいとか,いとかそういう気持ちのこと被害は直接及ぼしてはいないけどそうその人に被害を及ぼしたいっていう気持ちっ,うにこっちが <laughs> そう言われてみると、やっぱ違いますねそうなんですよね、ちょっと違うんですよね、えー、やや性差があると言われてまして、嫉妬の方はまは不安感情が高いときに起こりますから、うん、女性の方が感じやすいのは、それはそうなんだろうと推測がつくんですけども、えー、あの面白いのは妬みの方なんですね、うんうん、これはあの競争心が強い男性の方が起こりやすい、うん、よく、ね、男の嫉妬は女よりも深いとかいうことがあって、そうそう。 妬みのことなんですね。相手を引きずり下ろしてやりたいという気持ちにつながるから、男性の妬み、感情、怖いですね、ということなんですよ。だ同期でね、自分のよりもどんどん出世するやつを、人間的にもいいやつだし、仲いいんだけど、どんどん出世していったら、なんかムかむかして、引きずり下ろしたい気持ちにはなったりするでしょ、その人が例えば離婚なんかしたとしたら、すごい喜んでたりする。 なんか不幸があると、嫌だな嫌だなぁ。うん、そんなありますよ、正直って。そういう感情を持っちゃう。持っちゃいけないと思うけど、持っちゃう。持っちゃう。うん。それが人間です。人間なんだ。妬みというのは、悪性の妬みというのと良性の妬みというのがあります。良性なんてですかあります。まずは悪性妬みの方が皆さん馴染みがあると思うので、自分が妬みを感じてられて堀尾さんと一緒に食事に行く回数が多いその同僚の女性がいたとしましょう。はい。で、その同僚の女性に対して、なんかこう、 顔にやけどでもすりゃいいのにとか、そういうふうに思って、実際やけどしたとしましょう、うんうん、そうするとしめしめと思う、この喜びの感情、シャーデン・フロイデといいます、ねねまあ、黒い喜びとか、孤独、ね、の喜びとかいう名前なんですけど、うんうん、でこのシャーデン・フロイデを感じたいということで、うん、なんか行動を起こしちゃう、相手を引きずり下ろしちゃうというのが悪性妬みです。 逆に今度は良性妬みって何かっていうと、あの子が堀尾さんと一緒に行く回数が多いってことは、もうちょっと私も堀尾さんを楽しませるための話題をたくさんこう本を読んで,で、うん、あのインプットしておこうとかですね、うん、ちょっと化粧も工夫しましょうとか、ダイエットしましょうとかなんかしたとしますね、そうするとそれ全部自分の財産になりますよね、うん、高めるためにね、それを良性妬みというんですね、<ー>なんかを努力をする、モチベーションになるっていうのがいい妬み。うん うん、俺も頑張ろうと思わせるような妬みっていうのは両者のため、うん、はあ<ー>。その人よりも、自分が上位になることで矛盾を解決しようという方略ですね。うん、<れ>でも、人間誰でもね、うん、悪性の妬みを抱いた時に、うん、あ、これいけない、いけない。こんなこと考えちゃいけない、いけない、いけないって思うじゃないですか。なる,なる、なる,なる。それをどう、どうこう方向を変えていけばいいの?。<laughs> そう、そう。この、あ、妬みを感じるのは、もうどうしてもしょうがないので、うん、これ消えないので、抑え込むよりも。 悪性妬みにせずに良性妬みになるべくしようという努力をすることが必要なんですね。良というのは、まあ、ちょっとコストがかかるので努力するコストがかかるので大変なんですけれどもうん、うん、自分にリソースになることには変わりがないので、うん、妬みを感じたらあ自分は今妬みを感じていると思ってそれを解決するときに、うん、自分に得になる解決をぜひ。 していいたただきたいんですそれは要するに自分を高めていくっていうことでしょ、そのねんでいる対象と同じぐらい自分のレベルが高くなればいいっていうことを思えばいいっていうことですね。 でそうすると、うん、そのかん、妬み感情を解消できる、プラス自分に財産も残るということで、うんうん、一石二鳥なんですね。うん、相手を引きずり下ろすと、感情の解消はできるんだけれども、社会的な関係を壊すので、うん、あんまりよろしくない。得にならないんですね。うん、手っ取り早いけども。うんうん、で、そのことを、損得を考えられる。 かどうかというのはその人のやっぱり知性なんですよ。うんうん、で、脳を使う部分なんですよ。はい、で、その計算ができるようになりましょうというのがおすすめの、うん、まあ、恨みの晴らし方というか、う,う,ね、うん、妬みの晴らし方。で,では、中野さん、今週の締めをお願いします、はい。知性を使って、妬みを建設的な方向に伸ばしましょう。人生を変える脳の使い方、脳科学者、中野信子さんにお話を伺いました。また来週もお願いします。はい